今日は。朝レッスン。と声ラジと。レッスンでした。レッスン声ラジです。お、広島にあるサンティクマ嬉しい。ありがとう。あ、それ、あ、今日が、はい。嬉しいです、ね。 おお、アイスが出てきた。たまたまアイスの箱、ありがとう。お、嬉しいです、ね。こんばんは。アイス、何味?。これ、何味と何味なの、これ。 ヘルシマスしくしま,ゴム追加しましたありがとう嬉しいシムシキアイスヒデザード,イヒデザードアイスショーアイスアイスコジハントクモハアイスステラハントあ、間違えたアイスアスカアイスナビッチアイスユハントミシハントマックスコジマアイスケイマアイス あバニラと言っていうことでチョコミントえー、バニラかなでもわしはかき氷派ですね <laughs> 選択肢にないかき氷派 おメガネクリックかわいかったよかった,かった今日あれなんですよ目が悪いのにコンタクトを切らしててあ切らしてるコンタクト買った買ったんよ今日届くはずなんだけど届いてないやばいじゃけ。 コンタクトがなくて、何かくるくるした文字が見えないやっぱかき氷やっぱかきご、夏はかき氷っしょみたいなとかあるよね確かにコンタクトだ,しだったらくるくる頭痛起こるから眼鏡ちょうどよかったかあ、赤いった、嬉しい。 お20日に氷焼き干しぜひぜひお塩お好き嬉しい白熊アイス白熊アイスもさアイスって言ってるけどかき氷だよねくるくるかき氷きらの話が楽しかったですありがとうこちらこそありがとうくるくんも楽しかったよー 喋ってるか何かあたくらんでる顔そう全然もうね優等生キャラじゃなくてねただ目が悪いシルクマンアイスはアイスじゃないえでも食感完全にかき氷じゃないアイスの食感はしてない たぶん食べた感じはあしやばいぐらい食べてるから白くないすすい夏バテ夏バテね12日しかいけんけどおすすめ12日は2時間目がおすすめそうはアイスもそう食べたことない 料理は黒蜜つきな粉が好きトマチ冷蔵庫あさったら羽根やつ。すごい北海道しムカイズ食べるってことないシャリシャリ系シャリシャリ系白雲オンラインポチポチえっ嬉しい待ってるよ,てるよ楽しみやであパピコ好きよパピコくるくるあれないよ そう食べたことない初めて見た <laughs> え多分食べたことはあるんだろうけど自自発的に買って食べたことはないうんないクルクルなんか多分ねおセブンのゴンチの目が見てるけどえあタピオカの味するよねクルクルはね多分そもそもあれないよねそそもそも 梱包は甘いものが得意じゃなくてスイーツも和菓子が和菓子の方がどっちかといたら好きで和菓子が好きなんですよね甘いものは結構苦手でケーキとかも私苦手で生クリームがを食べたらちょっとなんかこうむか みたいな感じのしてきちゃって食べれないからずっと私はアイスアイスケーキサーティワンでさケーキあるじゃんアイスのケーキがあるから大体誕生日はそれだったし最近はアイスケーキじゃなくなったけどフルーツタルトでケーキじゃないタルトフルーツが好きだからフルーツでフルーツタルトを。 食べたりするくらいそんなに甘いもの得意じゃなくて実はでもやっぱアイドルだしアイドルだし女の子だしそのスイーツのお店に行くことを避けて通れないから人生においてまあ友達ともう遊ぶってなっても一旦カフェ入るとかな大体でカフェ入ったら絶対食べるしかないから。 避けて通れないのだから食べるんですそしたらまあ普通に食べれるようにはなった食べれるレベルにはなったけど一人では食べないかないえ嬉しい嬉しい,嬉しいそう実はその生クリームそうあんまりでけえ多分こうかき氷派和菓子はなんか甘いっていう甘いじゃないから好き和菓子はなんか しかも大体和菓子食べる時抹茶と一緒に食べるからその苦さで濁すから美味しい意外そうなんでしょアイスケーキー美味しいアイスボックスはほぼかき氷待って外れあ青くじ引きありがとうこれな…何が私なんじゃろうありがとう クリーム苦手でアイスケーキとかフルスタートースわかるでも結構実はスイーツ苦手系女子なんか多い気がするよく聞いたら「あんまり得意じゃないんですよね」って聞くなんか「え知らなかった」っていつも思う「サーティワン」って31種類あるからサーティワンそうなんだ知らなかった付き合いで飲みに行くサラリーテン <laughs> 実際ねそうだよビジネススイーツ女子そうだよ く広島カヌじだけ多分まだ売ってる虹色今のはあそうなんややばい <laughs> あれ何だっけそうそうないパフェとか食べてるか好きなんかと思ったじゃろうでも嫌いではないなんかもともとはまあ苦手くるくるじゃあ「好き」 普通感情なし苦手嫌いなんだけど初めはまあ苦手レベルだったのそれが普通かまあまあ普通か無感情になったまあなんか普通に 友達遊んでて、まあ、お昼ご飯はさ普通に食べるじゃんでどっか座って話したいねってなってまたご飯行くのってむずいじゃんそうなったらじゃあカフェ入るしかないかってなってまあ、カフェ入るやん食べようと思ったら甘いものしかないよで食べるんですよクレンパくじ引きありがとうありがとうありがとううれしいありがとう,がとうそうあさん サーティーーアイスは月と毎日食べても違うあなるほどねそういうコンセプトだったんで知らんかったえ和菓子何が好きえ和菓子も何なんか何って言われてもずいけど普通にもう芸術系の和菓子が好き甘い飲み物も苦手でカフェでオレンジジュース飲んでる人だったけど克服したやっぱ克服していくよね誘われるしねクルクルやっぱ断れんけんいいよ全部いいよって 最近は食べに行きたいって自分自発的に思う時もある甘い甘いの何だろう疲れてる時とかとかこれ食べたいみたいな時はあるオンライン話からありがとう楽しかったおこちらこそありがとうキュルキュルも楽しかった普通と無感情のさうーん,かん無感情はまあもうどっちでもないで普通はまあ好き じゃないけどまあまあ好きまあ好きで無感情はまあ好きでも嫌いでもないまあ食べれる食べれるス,スイーツで一番好きなのかき氷はスイーツだったらかき氷かなちげけえお 当たり,来た当たりそうあれがすきえ飲み物だけいやそれが私スイーツ食べようかなって言ったらああ私も何よあっ私は飲み物だけじゃないあじゃあじゃあ私もなんか食べるねってなるんよ スイパラってうものは JK はみんな言ってるものスイパラはイチゴと行ったのが初めてでその1回しかない人生でコメダもテスト勉強の12回くらいくず餅としろとも <laughs> おいしいよねみたらし団子みたらし団子好きだよこの前あうん大阪でのやつ食べた。 マックとミスドならえマックかも京都にあるチェカのプリンかき氷何する気になるそうラーメンも食べれるようになったそうラーメンも好きじゃなかったけど食べれるようになったんいちご大福はギリ好きいちごでカモフラージュってでもいちご大福もまだよね慎吾当たり当たりありがとうなんかいつも当たってるイメージある 当たりありがとう。浴衣グッズ黒茶さんのかわいくて家使ってみたえっ嬉しいありがとう。え無感情もうさっきの言ったのはあれじゃっけ食べ物に対してじゃっけ十11日広島3時間目追加追加応募しましたえっありがとう嬉しいよありがとうあよき合いで。にくるくるフルーツ派なんよ。 逆に自分がスイーツ食べたくても相手がそういうテンションなさなそうだとな飲み物だけわかる今日は今は飲み物だけでいいなと思ってもうあ違ち違ちちスイーツ今日ちょっと食べたいのあるなと思っても私飲み物だけにしようかなって言ったらあなるほどじゃあ私もなんですねスタバはスタバも JK になるまで行ったことなかったけど もうみんんな行くんです学校帰りみたいな学校帰りスタバ行こうなので行こうって飲み始めたスタバは行けるスチうちうちあっダネのクルクルパマキーケーキ美味しかったえっしいうしい銀だこ食べてないちょっとた,たこ焼き食べたくなってきたあそれか <laughs> ラーメンとあよかっ浴衣グッズありがとうお話し会やコンサートでスイーツのシーやってもあまりテンション上がらない実際でもそうかもしれないくるくる昨日とかはシュークリームあったんだけどすいませんう他の人にお譲りいたしました取らなかったなんかゼリーみたいなのあったんだけど傷じゃなくなっててゼリーじゃないかなんだろうなんかそれ食べようかなと思ってたけど くく眉毛、え、<laughs> すく、え、あ、昨日切ったんよ、あ、違う違う昨日切って剃ったんよ。じゃけいじゃ。<laughs> 普通に整えたんよ。じゃけいじゃ、え、すごい、気づいたらすごい、眉毛しか見てないみたいな。<laughs> なあ、消える。あれ、ありがとう、なんだっけ、フレーム、あ、はず、あ、外くじ引き、ありがとう。あ、百八十日。なんか早い。 この前だって百七十七って言ってなかった。勝ち点一、ありがとう。スタバ高いね、ちょっとね、でもね。お話が優しくして,ていただき、いたいて、ありがとう、大好き。おうちのろうです。おうちのろう。周りがスタバ分化すぎて、行かないのに、新作スーツ。<laughs> わかる、もう。学校とかさ。もう。当たり前にさ。スタバの新作の話だった前、前その。出る時。カスタードクリーム苦手。カスタードクリームも。 生クリームよりはいけるけど自分からはいかないかなさすがにもう限界ってなったら食べるマシュマロ好き気づけるお宅やばいほら <laughs> 毎月な暑いけどないけどなえっそば余裕じゃない余裕じゃないしかもあとスタバは最近はそのダイエットで控えてるあの この前なんか東京かおどっか行った時にえスタバ用語が怖くてわかるく,るくるくも注文できないタイプだったこの前そうマネージャーさんにスタバおごってあげるけどなんか飲むって言われてやばいダイエット中なんだよなと思ってソイソイラテにしたソイラテソイラテが一番カロリー低いらしいじゃがりくんの新作食べたら決めてるしえ くくるるるやばいじゃがりこ愛してるそれもまあダイエットで食べてないんだけど1個1本食べたらもう止まらない <laughs> ドキ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  <laughs> スタバチケットもらう機会でも言えてないかもしれんそう豆乳あっ消えたこれは あとくじ引きくじ引きありがとうあまず綺きれいしいいや普通にもう年中年中代途中だよ終わってもらえるとなると話変わってくるいやそうなんやね若干ねえ都会の小学生スタバで宿題やばいよやばいよくるくる家でやってたよじゃがり知ってる じゃがりこやばーおいおしいえゆずしとラッシ初めて聞いたえ飲んでみたいくるくるゆず好きじゃけんコロナがいい長い下りザカオ君の自転車の後ろに座わせてマツパいてないよ <laughs> 自力自力マツパ ブレーキいっぱい握りしめてゆっくり他の過ごして全然違うねすごいななんならくるくるなんならくるくるは鍵忘れて家入れなくて玄関前で宿題とかしてたよ 柚子違いや違う本でゆずだっ <laughs> たそうゆずの香りが好きなんよううどんに育ちておいしそうあ今日くるくるうどん食べたよお昼そう宿題いやほんと宿題したくなかったねカフェと縁のない学生生活岩国くにあカフェいやくるくるも全然縁なかったアイドルになるまで 何時間するってたえ一時間2時間くらいだった気がするでいやくるくるねあれなんよくるくる週7週8で習い事してたからそんな別になんか放課後あれだったかも放課後暇みたいなのなかったかもそんな遊んだ記憶ないわよく考えたら遊ばに宿題するのえらいくるくる偉い でも甘いもん苦手なんじゃけどもうたまにめっちゃ食べたくなるよめっちゃ食べたくなるもうたぶん体が疲れて甘いもの求めてめっちゃ食べたくなってもうはッはッってなって食べるゆずさん聞くよ聞きますねゆずしトラシティーのカロリーり少ないあっそういうやよりえっ今度のもゆずしトラシティーゆずしトラシティーださいっていうゆずの香りがする和菓子えっ最高もう 来るから好きな組み合わせやん。学学生の時も部活してたから終わったら帰ってたかも。八月一日の三時から三時半。一枚一応え嬉しいよ嬉しいよ待っとるよ。どっちね全部対応対応できちゃうバイト経験もないってかバイトしたらダメだった学校。 バイト禁止だったどこもかバイト禁止はでもさバイト禁止だけどさなんかご飯食べに行ったらさ学校部活の先輩がさバイト働いててあっあっ」みたいな「来 <laughs> ました来ましたあみたいな別にまあチクリはしないんですけどおもろい「あっやってる」みたいな。 ピュルリピュルリあッホー暑節、うん、の,の宿題とか最後の一日がいや勝負だよもう日記なんて最後の一日だからねえそう糖分欲してる時があるあチョコレート好きチョコ好きレトロな喫茶店落ち着くえっレトロいいよねレトロいいくるくる村上家族知っているよ知っているよそう習い事でもねいっぱいやってて結構良かった気がするトラ好き、うん、いける気がする柚子胡椒が好きなら 飲みべー飲みべの素質あり脂質ありえっるくる柚子胡椒超好きじゃけど柚子鍋好き柚子胡椒のポテチえっお腹空すいてきたくるくるさっき帰ってさまだ夜ご飯食べてないんよめっちゃおかいてきたしかも夜ご飯は昨日私のお父さんが釣った鯛の鯛めしだってやばいおもろい話がつながった鯛めしなんだけどウケる 私のお父さんがちょっと大変しい、ちょっとお腹空いた。まつげだからうれしい。え、くるくるバイ,バイトはしたかったのは、映画のバイトしたかった。映画館バイト。そう。お父さんと。バイト禁止の中で言うのが青春。いや、ま、あそれはね、いや、そうなんよ。くるくるせんかったわ。 日記の天気適当に書いたことあるもうあんな適当も適当 <laughs> あフェリークルシ島だったけど来島さんと関係、ま、関係ないかもしれんけどもしかしたらまあその名前が一緒だから運命フェリークルシ島乗ってみたいくるくるもえ乗りに行こうえビターチョコ好き果肉入りの飲み物いける確かにチューブで買ったら使い切るの なんか時間かかるかもしれないパチンコいたら隣に先生がいて会って高校の時の話なんだっけやばいやばいパチンコパチンコやばいね学生大人っぽかったんかなお土産あったお土産あったあみ」何で「酒飲み」って意味かタイ釣ってたよなんか結構写真見せてもらったけど結構デカめだったタイ とかやばいちょっと楽しみ確かに釣れるのもすごいしさばいて料理り確かに確かにバイト終わったらすぐ、ね、映画見れるねえ映画館前でしたえっ今日道で美少女がいると思って見てみたら多分クルクルしたえっ恥ずかしい見られてたの <laughs> 大丈夫だったかクルクル変な顔してなかったかなクルクル結構ねなんかちょっと ドラマの主人公になった気分で毎日歩いてるから恥ずかしい <laughs> あえ鯛めしは松山派宇和島派2種類あるんじゃんえー、食べたことあるのは松山派かもしれないバイト禁止の高校生をその学校の先生バレないようにみんなに思ってたえめっちゃいいじゃんなんか青春みたいな感じじゃん 乗りたいフェリー来島空に飛行機雲ニ肉入り行けながらゆずしたら涼しくえ飲みたい飲みたいもう明日にでも飲んじゃおうかな <laughs> えそう今日の「こいらず」のゲストさんも人の名前が優香のあ、果物の管でそう一緒だったんよクくクラ釣りしたことないね ね銀が配信なっちゃう。あ白いクレナイマナ飲んでた。あれかな小えラジ行こうとしてたんかな。正解ですよ。<laughs> あの紙紙の多いお茶飲んでましたはず。<laughs> あお話し会のクレディ会方がうひおょひょえ嬉しい。またなそうまた。 ドラマの主題歌とか聞きながらも東京の街歩くのえ絶対気持ちいいそう主人公みたいにそうみんなもなってみてそうドラマの主人公とかえ映画主人公にも優しいそう主人公の気分で歩いたら毎日楽しくなるこのもうそっからもう楽しくしていこう普通に熱いっとて思うけど熱いけど私は主人公なんよ。 お話のテンポがよくなってる。嬉しい。け、軽妙。あ広島買いました。対戦、よろしくお願いします。対戦、お願いします。飲み物、多いお茶。いや、そうなんや。多いお茶飲んどったよ、今日。紙、紙ッコップの。あ紙パックの。 時は脳内で MC の絵の具いやちょっとわかるサマンなど聞きながら歩いてたら暑くてもえっそうよ夜にご機嫌ドライブしたら道路は俺のもえっクルクルも結構ドライブ憧れるやってみたいでも免許がないやばいやばいちょっと手の震えが出だした手が震えだしたよお腹空すいてそろそろ配信終わってちょっとご飯食べに行こうかなあ当たり当たり当たり 当たり出た。青。くじ引き当たり。ありがとう。おめでとう。ありがとう。当たり。十二日広島。いくるくる。すん。いくるくるするん。いくるくるするんるん。あ、嬉しい。 とですすよよ待待っっててるるでそう面白かった今日さなんかうち2.5期と3期のレッスンだったんだけどあの字をね書いてたの初期担当みたいなんでひーちゃんが初期しとってひーちゃんが書くカタカナの「し」ってなんか「つ」に見えるんよってけさなんか「つ」みたいなこれ何「つ」っていじってた <laughs> これ何「つ」「つ」だよねああ 食べたくて食べたくて震える震えないでやばいあ見えないかあほらわかる震える <laughs> やばいたぶん1時くらいにご飯食べて一時くらいにご飯食べてあれ食べた パピコじゃなくて、これぐらいのお菓子、あの、パピコみたいな名前のやつ。ビスコわ <laughs> かった、すご、すごい。ビスコ。ビスコを食べた。1時からビスコ。 いやーでも寝る前に食べたと同僚との知ってるよーでもさ3時三時からさ3時9時でレッスンしててさいつご飯食べるのみたいないつ食べるのってまあくるくるさん寝ないからさ大丈夫おっ11日1当選したありがとう嬉しい小平ラジ場お菓子たくさんあるよくるくるあれだけ食べたよかばやきくんあチョコレートビスコ あ、終わり、そうそうじゃあ、ちょっと冷やせも帰ってきました。それスクショタイム。今日も夜覚えることある。スクショタイム。たくさんお食べありがとう。三十一の三部、三十日の三部のお願いを。あ、嬉しい。ありがとう、タしミ。そうだね。十一月三十の予定立てるの嬉しいねなんか。確かに、え、お茶漬けおいしそう。 スクシュタイム終了お腹したした告知タイムをするとお話し会の再販中です一番おすすめは8月11日の3時間目なんですけどあのー、もちろん全部お,おすすめなんですけどあの縁、ー、日は全て企画を変えているのでどの分もどの分に来ても食べれるあちょっと食べれる <laughs> お腹すぎ <laughs> き<好>き <laughs> 食,食べれるって言っちゃった。 どのも楽しめると思います <laughs> やばい,やばいそうそうた楽しめると思いますのでぜひ待ってますお腹すきすぎて楽しめるを食べれるあ冷やす冷やすやばい食べれるクロクロ食べれるかもしれない <laughs> はい、そして拡大他はないですねそれではお話し会お待ちしてます誕生読みます十三位ステラありがとう十二位ショあう 天使ねのぐありがとう10位柏すきありがとう9位藤玉ありがとう8位よはありがとうあおすめくおめしありがとう全枠もありがとうね7位おなまさありがとう6位くるりんぱありがとう5位5位しんごありがとう当たり五位ありがとう4位トマトポありがとう3位消えるありがとう2位ータありがとうそして1位はドゥルルルルルルルパン青 ありがとう。ありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。明日も頑張りましょう。それではおやすみータイ。食べたい